皆さんこんにちは。ゆるモールのちなとちいちゃんとおなつです。こんにちは、お願いします。お願いします。あのやっぱ社会人になると、うん、社会人じゃなくてもちょっと気になるのが、うん、洋服のシワ、うん、間違いない、ね、結構気になると気になります、思うんですよ、はい、今回はシワになりにくいって言われている洋服を、はい、ちょっと実際に1日着てお仕事をしてみようかなと。いいですね、検証が検証動画です。はい、なので早速ですが、はい、着替えていきたいと思いますので、はい、よろしいですか。大丈夫です。じゃあ着替えていきましょう。みんなジャケットでオフィスって感じしますね。揃いました、はい、しーちゃんは今回どれですか。はい、私はアロッタさんのスーツを、今回選びました。セットアップで選んでます。かわいい、似合ってる、似合いが、ね、色だよね、はい、いい、ありがとうございます。で、おなつは。はい、私はこちらのラナンのパンツになります。そうなの、めっちゃライン綺麗だ。そう、めっちゃ綺麗、めっちゃスタイルアップに見えて、うん、できる女だ。ナナさんは。私はラナンの、このスカートになります。タイプスカートです。じゃあ今日はこの格好で1日それぞれ仕事をしてもらいたいと思います。頑張ります。よいしょ、イエーイ。あー、すいません、すいません、すいません。お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。どうですか、着用した感じは。さっきまでね、はい、ちょっと打ち合わせサニーでしてたんですけど、うん、はい、でもなんかそんなに結構座ってたんですけど、私、うん、あんまりちょっと寄っていいですか。あ、全然全然、はいはいはい、ちーちゃん、そんなにシワ感ないよ、うん、私も足とか組んじゃったりはしたんですけど、うん、大丈夫そう、ね、そうだね、綺麗、はいはい、今のところは。そうですね、確かに。ツナさん、ね、私、若干ですかね、この辺が、うん、でも遠目気になります。全然大丈夫です。引きで見て、うん、全然、うん、そうですね。どうですか、遠目で見て3人午前中ちょっとお仕事してきましたが、うん、全然気になりませんね。お、じゃあ午前中は午前中ということなので、じゃあ私たちはちょっとお昼に行ってきます。バイバーイ、いってらっしゃい、バイバーイ。お疲れ様です。何ですか、何ですか。お待ちくださいよ、ちいちゃん。何ですか、チワチェックの方、はい、いいでしょうか、はい、じゃあすいません、寄ります。どうですか、はいはい、あ、でも、うん、若干大丈夫かな。よし、目立った芝は特に、うん、結構私座ったり足組んだり。あ、足組んだりします、はい、でもね、膝の方も特にほら大丈夫そうじゃないですか。ね、うん、あ、でも、うん、大丈夫そうですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、行ってらっしゃい。行きます。はい、はい、おなつさん、 おなつさん、お疲れ様です。今何されてたんですか。商談行ってました。商談行ってた、はい、すいません、シワチェックの方させていただいてもよろしいでしょうか。はい、失礼します。でも立ったり座ったりはしてたんですけど、うん、ストンって言ってますね。シワは特に見られなそう。後ろもいいですか、一周してもらって。はい、あ、うん、全然全然良さそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、続いても頑張ってください。お仕事行ってください。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん、今何をされていたんですか。お手洗い。失礼しました。失礼しました、すいません。シワチェックの時間なんですが、はいはい、いいですか。大丈夫です。はい、じゃあ何でしょう。お、あ、でも、うん、目立ったシワもなく、もう着用してどれくらい経ってます。もう今3時休憩とかなんで。あ、そうですね、もう朝から、ね、はい、うん、ね、特に気になるところが、はい、ないですね。うん、はい、ということで今回1日来てもらいました。お疲れ様でした。長かったね。じゃあちょっと感想と、はい、あとシワ感聞いていきたいなと思います。はい、じゃあちーちゃんから。はい、どうですか。まず着心地とし
あの本当にもっちりしていて、すごく柔らかい素材なので、まず着やすい、であの動きやすいのがすごい良かったなって思って、で実際に見ていただきたいんですけど、シワもやっぱ素材感としてあんまつきにくいなっていうのが、そうだね、全然気にならない、全然ついてないですね、気にならない。はい、で今日一日結構私足組んじゃう癖あって、あの仕事しながら組んじゃって、あやばいやばいって思ってたんですけど、でも全然見てみたら、あ大丈夫だと思って、あの普通にしてました。大丈夫そう。はい、そんな感じで、ね、ちーちゃんは大丈夫そうでした。おなつは、おなつはですね、私もまあ足組んじゃう癖とかあるんですけど、これ本当になんか、まあ、色味とかもあるんですけど、あんまり目立たない感じ。そうだね、感じ、ほぼ分かんない、ほぼ分かんない、ね、うん、全然そう大丈夫だし、これも割とこうかっちり見えるけど、うん、なんか着てる感じとしては全然窮屈じゃなくて、うん、すごい動きやすかったし、うん、お腹もゴムなんで全然ご飯食べたりとか、私食べる感じ苦しくなくて、すごい良かったです。良かった、おすすめです。イエーイ、おなつおすすめです。はい、最後は私、そうですね、はい、どうですか、おしわ感そんなに気にならないんじゃないかな、うん、そうですね、若干座ったところがあるかなぐらい、あと今日結構動いたんですけど、私今日すごいなんか座って立って座って立ってってずっと今日一日ちょっとやってたので、ね、まあ、それもあるかなと。今日パッドあまり動かないくらい、履き心地もすごく、あのこれもゴムなので、はい、よくストレッチも効いてるので、これもおすすめです。 あるじゃないですか、えポケットが気づいちゃった、はい、気づいちゃった、あれ最高、いや気づいちゃった、はい、そうなんです、ちゃんとポッケあるんで、携帯とか入れますから、確かに大事、もっと持つからね、うん、はい、はい、ということで3人とも、はいはい、大満足の結果だったようなので、イエーイ、このあともうこのまま今日は着て帰っていただいて、はいはい、まあ、洗濯もねそれぞれちょっとしていただいて、実際に、はい、あのお家で洗濯ができるそうなのでしていただいて、はい、まあ、後日実際にその洗濯した後、シワどうなってるかなっていうのを検証していきたいと思います。はい、では本日の着用検証は以上となります。バイバーイ、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、じゃあ早速見ていきたいと思います。はい、まず1着目はちーちゃんに着ていただいたスーツセットアップですね。はい、どうでしょうかね、どうですか、洗ってみましたけど、全然綺麗、うん、ここら辺とかね、なんか特にパンツとか結構シワ目立つかなって思ったけど、そうでもないね、ジャケットも洗ってそのまますぐ着れちゃいますね、うん、普通にこれ洗えた家で、はい、普通に洗いました、すごい、すごい、なんか毛羽立ちというかそういうのもなく、まあまあ、めっちゃ嬉しい、全然気にせず当たっちゃいました。素晴らしい、素晴らしい、ヘビロテだ、イエーイ、お気に入りなんで、これはいいですね、はい、買っちゃいます。はい、じゃあ2着目が、はい、松が着た、私が、ね、着用させていただいたのがこちらのパンツです。やばい、これマジでめっちゃ着用じゃない、やばいかもしれない、あ本当に洗った、これアイロンかけてないよね。すごい、何にもしてないんですけど、こんなに超綺麗、本当？やば、もうすごい綺麗ですね、うん、すごい、これはマジで素晴らしいです、ヘビロテ中のヘビロテだ、ちゃん素晴らしい、これはいいね。じゃあ最後が、はい、私が着用したスカートになりますが、はい、どうですかね、うんうんうん、まあ、若干かなっていう感じなんですけど、うん、持ってくるときしっかりと畳んで折りたたんで持ってきたんで、ちょっとだけちょっと若干でもアイロンお持ちの方は普通にあのかけていただいたらなんかすぐしわ取れそうなぐらいの軽さというか、うん、全然全然いけます、うん、大丈夫そう、気にならないです、よきよきでした、いいですね、すごい、素晴らしい、3着ともいい感じになりました、はい、よかった、よかった、
られた商品は、概要欄の方でチェックしてください。お願いします。参考になった、楽しかったと思っていただけた方はぜひチャンネル登録といいねグッドボタンをお願いします。お願いします。